久保くんが色々と爆上がりしていると聞きまして。そうなんだよ。市場価値やウィンガーとしての世界的評価、さらに年俸も爆上がりの巨額オファーまで届いているようだ。今回はそんな久保の話題をやっていくので、ぜひ最後まで見ていってほしい。小さい頃から見ていた久保くんがこんなに立派になって、あたしゃ、嬉しいよ。親戚のおばちゃんのような心境だよな。ということで早速、ゆっくりしていってね。それでは記事を見ながらやっていこう。昨季、レアルマドリーからレアルソシエダに完全移籍を果たしていこう。久保建英は上昇気流に乗り続けている。2022-23 シーズンは加入時こそ、過去3年間のレンタル生活で進化を発揮できずに終わっていたこともあり懐疑的な見方もされたが、さほど時間をかけずして主力の座を確保すると、最終的にキャリアハイの公式戦44試合出場9得点6アシストを記録。そしてバスクのクラブでの2年目も、右サイドで不可欠な存在となり、出場した多くの試合でマンオブザマッチを受賞し、目標だったチャンピオンズリーグ CL で、欧州の猛者相手に輝きを放ち続けてきた。レアルマドリードに移籍して公式戦でのチャンスをもらえずに出場機会を求めて移籍を志願したわけだが、レンタル先でも思うように試合に出れない時期もあった。結果的にはそれで久保くんに足りない部分が明確になって努力を続けたことで、今の活躍があると言えるよね。そうなんだよな。やはり最初は守備強度の部分だったり単純なフィジカルの部分でも足りないところがあった。それが今では体も見違えるほどに厚みが増して、ソシエダでは守備面でも問題なくチームに貢献できるようになった。しっかり自分に足りない部分を分析して、ひたむきに努力を続けてきたことが成果として現れているんですね。今季前半戦を終えて24試合出場6得点3アシストの成績を残した22歳が、その数字以上のものを披露し、見る者に強い印象とインパクトを与えたことで、2023年が終わろうとしている現在、あらゆる形によって、その価値と評価が爆上げしたことが示されている。まず、ドイツの移籍専門サイトトランスファーマークトの独自指標による推定市場価格が、5000万ユーロ約79億円から6000万ユーロ約94億円に上昇。これで日本人選手としてもソシエダの選手としても、市場価格で単独のトップとなった22歳について、同メディアは、久保は過去にもすでに、ラリーガでその素晴らしい資質を発揮してきたが、今季はチャンピオンズリーグ、つまり最高峰の舞台でもそれを示すことができている。と称賛し、さらに以下のように続けた。チャンピオンズリーグでのグループステージ突破は、ソシエダにとって大きな成功である。今のルアルグアシル監督のシステムにおいて、久保は非常に重要な役割を担っている。彼のテクニックと素早い動きは、相手ディフェンスにとって信じられないほど難しい。代表チームでの高パフォーマンスも、久保の飛躍を示す。まだ22歳と若く、さらなる成長の可能性がある。リーグ戦でもチャンピオンズリーグでも変わらずに活躍、そして周りの選手は愚か自分のポジションさえガラッと変わる日本代表でも相変わらずの大活躍を続けるとこがすごいのよ。クラブでは大活躍できても代表チームになると、いまいちパッとしない選手ってのは有名どころでもたくさんいるからな。もちろんその逆もしかりだが、どっちでもしっかり活躍できるところが久保くんの評価を上げてる一因になってると言えそうよね。ソシエダにおける契約解除金と同額の価格を設定された久保に、さらなる箔をつけたのは、スイスを拠点とするサッカー関連調査機関の CIES フットボールオブザーバトリーが発表した2023年の右ウィング10欠である。この名手揃いのランキングの中で、久保は9位につけたのである。ベスト10は以下の通り、1位ブカヨサカアーセナル、2位モハメドサラーリバプール、3位フィルホデンマンチェスターシティ、4位ラドマフレズアルアハリ、5位シャビシモンズ RB ライプチヒ、6位ジャロットボーエンウェストハム、7位ジョンアリアスフルミネンセ、8位レロイザネバイエルン、9位久保建英レアルソシエダ、9位ニコラスゴンサレスフィオレンティーナ。右ウィングに限ったランキングとはいえ、そうそうたるメンバーと一緒に並んでますね。ラリーガではナンバーワン右ウィングってことですよね。上位陣に関しては納得だな。トップ3に関してはこの3人は選ばれるだろうな。そして上位の2チームには日本人選手が所属して活躍しているという時代になった。このトップ10に入れることが何より素晴らしいです。今まで紆余曲折あったけど、よくここまでのレベルに到達してくれたなと同じ日本人としてすごく誇らしい気持ちです。ほんとだよな。今までも海外で活躍してきた日本人選手はたくさんいるわけだが、ここまでの評価をもらえた選手はいないんじゃないかと思ってしまうな。これはプレーそのものに対する評価に加え、リーグのレベルや試合結果なども考慮して算出したポイント。久保は 72.6 による順位であり、公正な評価であるということができるだろう。久保がこのポジションにおいて、ワールドクラスのパフォーマンスを安定して発揮したことの証左ということだ。ちなみに、このランキングは全てのポジションで行われており、左サイドでは三笘薫がマーカス・ラッシュフォード・マンチェスター・ユナイテッド、ジャック・グリーリッシュ・マンシーに次ぐ3位 77.2 となっている。しれっと三笘選手もえぐいことになってますね。この両翼がいるんだから日本代表はそりゃ強いわな。
しかも世界中位の右ウィングを押しのける不動の右ウィングがいるというよくわからない選手層の厚さだ。今年の前半までは右ウィングはどっちが最適かって論争があったが、久保と伊藤を共存させるという最高の結論に至ったのが素晴らしいな。この2列目は強力すぎるわね。世界3位と世界9位がいてセリエ A、ブンデスリーガやリーグアンの主力が控えに回る選手層の厚さも早い次元ですよ。このように、数値によっても価値や能力の高さが示されている選手には、当然ながら優れた戦力を要するクラブから関心を寄せられるものであり、国の移籍市場を目前に控えた現在は、マン U に関するニュースが頻繁に現地メディアから届いている。日刊紙座さんは、期待外れに終わったアントニーの後釜を探す赤い悪魔がスカウトを派遣して久保を頻繁にチェックし、彼の契約解除金をソシエダに満額支払った上で、現在は200万ユーロ3億円強と言われる彼の給与の7倍を支払う準備があると報じた。ランキングや市場価格だけでなく、実際の収入においても世界のトップクラスに近づこうとしている22歳。そのプレーだけでなく、彼にまつわる様々な数字がどれだけ伸びていくかにも、今後注目していきたい。すごい好待遇なお話ですね。そんなに高く評価してくれるのは嬉しいことですが、久保くんはプレミアリーグってどうなんでしょうね。いまいち結果を出せずピッチ外でもお騒がせなブラジル人フォワードアントニーの代役として、久保に関心を寄せているようだな。久保の契約解除金は6000万ユーロに設定されているから、この額を支払えば、バイアウトで久保を持っていける。マンユーもビッグクラブだと思うけど、現状ではリーグ制覇どころかチャンピオンズリーグ出場も危うい感じのチーム状況よね。いくら高額な年俸を積んだとしてもお金のためにサッカーしてるわけではないから、マンユーは選択肢にはなさそうよね。いずれにしてもプレミアリーグ挑戦は久保がさらに成長するにはいい選択だと思うぜ。久保の師匠とも言えるダビド・シルバがマンシーで活躍したようにプレミアの環境で揉まれたら、また一段とレベルアップできるんじゃないか。もちろん久保に一番合うのはスペインなんだろうが、プレミアで活躍する姿も見てみたいもんだよな。そうね。ラリーガでステップアップする移籍先としたらもはやレアルかバルサしかないもんね。それじゃあ、この件に対するみんなの反応を見ていこう。成長スピードが本当にズバ抜けている。15歳から見てきているけれど、今までの日本人選手の中でここまで成長した攻撃的なポジションの選手は思いつかない。大抵、天才と称された選手は早熟で終えてしまうことが多く、なかなか伸びずにベテランの域に達してしまうことが多かったが、その努力と精神力、語学力には感服する。すでに代表、クラブでなくてはならないエース格。それもスペインという地。天才だの神童だのと言われもてはやされたけど、それだけで終わってしまった選手も山ほどいる中、こちらの予想をはるかに上回る活躍を見せているからな。ほんとですね。想像の上を行く活躍をしてくれてるよね。しかもまだ22歳、これから伸びていく可能性があるからね。どのチームと対戦してもサイドバックに加えてサイドハーフが下がってきて2人で対応して、最近では左センターバックもカバーを意識した位置に来ている。もう少し強いチームだとこの状況を活かして簡単に崩せそうなんだけどな。ソシエダのチーム状態だと久保くんを抑えれば大半なんとかなるって感じになってるからね。同等の選手が周りにもいれば久保にだけ人数かけるわけにはいかなくなるし、相手を引きつけて崩していくこともできそうだがそうもいかないのが現状だからな。もう1ランク、2ランク上のチームでやってるところは見てみたいですよね。ここまでの大活躍でプレミアリーグやラリーガの強豪への移籍が常々噂されているが、将来的にどんな選択をするのか本当に楽しみだよな。ということで今回の話題はみんなはどう感じただろうか。コメ欄で意見を聞かせてくれたら嬉しいぜ。チャンネル登録まだの人はぜひ、動画が良かったら高評価、つまらなかったら低評価、どっちでも押してくれたら励みになるよ。ではまた別の動画で。最後までご覧いただきありがとうございます。真ん中の丸いのを押してチャンネル登録もお願いだぜ。下の動画たちも見ていってくれると嬉しいです。あ、どうしよう、余った時間でじゃんけんする？顔しかないからじゃんけんはやめといた方が。最初はブンブンじゃんけんポン、バーイ。だからやめとけって。